よく聞いて、キアナ。ブローニャさんでもそう多くの時間は稼げない。もし相手が戦いに飽きたら、すぐに私の存在に気づくはず。彼女は私の全盛期だった頃の力だけでなく、律者の力も持っている。力だけで勝てるような相手じゃない。この状況を打破するには何か作戦が必要だ。どうすればいいの？彼女を疑えばいい。疑う？彼女は自分が何者であるか疑っている。そして自分こそが本物の不可であると信じ、不可であろうとしている。それが彼女の行動理念。けど実際は生まれたばかりの子供なの。彼女には善意と理性があり、まだ崩壊に全てを飲み込まれてはいない。自分が本物ではないと理解した時、彼女は自分の正体を理解する。そして彼女は動揺し、律者の力をうまく扱えなくなるはず。その一瞬の隙こそが私たちに残された唯一のチャンスだ。でも彼女を壊すことが目的じゃない。気をつけて、キアナ。彼女を崩壊の深淵へと落としてはいけない。あとは任せました。任せました。おかしい。ブローニャさんは頑固者め。そう邪険にしないでください。へえ、いたんですね。もちろんです。うっかりあなたのことを忘れていました。まさか、逃げてたんですか？逃げていませんよね。私の考えすぎですよね。ずっとここにいたじゃないですか。ならいいです。ありがとう、キアナ。私のこと信じ、気を失ってる。油断したからさ。第一律者の力はそう簡単に制御できるものじゃない。あの男たちがどうなったか知ってるでしょ？あなたがいれば十分なんだから。簡単な話なんだ。私と彼女。お互いの意見が衝突し、どっちが本物の負荷だと思う？あれは委員長の体を乗っ取った律者。まだ崩壊に操られてない。委員長を助けるには、本物の委員長は律者に抑え込まれてる。直感で判断してみて。この強くて勇敢で理性のある負荷が本物？私は。
どうして彼女を選ぶの？不公平だと思う。世の中公平なことばかりじゃない。で、あなたは何が不公平だというの？どちらが本物か判断してほしいって言われたけど、あんたのことは何も知らない。委員長の過去をたくさん見せて、自分は生まれ変わったって言ってたけど、あんたのことを知ったわけじゃない。私が知ったのは、あんたが退去山で罠を仕掛けて、私とブローニャちゃんを貶めたことだけ。そんな状況で、公平な判断を下せるわけない。確かに言う通りだ。彼女を選ぶものだと思ってた。先入観というものは何よりも厄介だし。けど、キアナの言う通り、これは私が悪い。先に自己紹介すべきだった。少なくとも、私とあの頑固者の違いを知ってもらわないと。起きてください。寝すぎですよ。あなたは？私はあなたの井戸です。最も原始的でありのままのあなたです。ちゃんと思い出して、あなたは。ここはあなたが律者として目覚めた場所。過去の私との違いを見せるには、あなたに体験してもらうのが一番いいからね。そうでしょ？ほら、過去の私はオットーに惑わされ、彼の代わりに悪いことをたくさんしてきた。理由は、助けてくれた恩と火種計画への執着心。でもよくよく考えたら、火種計画って本当にそんな大事なものだった？いや、そんなことはない。人類を自由に成長させることが必ずしも悪い結果につながるとは限らない。困難があればそれを克服する。人類はそうやって成長してきた。そうでしょ？火種計画は所詮メイ博士の傲慢が生み出したものなの。助けてくれた恩に関しては別に彼の助けがなくとも対処ができた。何か言いたいことがあったら言ってくれていいですよ。
ちょうどキアナもここにいますし、補足したければご自由にどうぞ。過去の話はもうやめましょう。でも、あなたは過去に生きてる人なんでしょ？過去の私は未来、希望、勝利のために他人の計画を執行してきました。理由も結果も問わずにね。この道を歩けと言われたらそれに従い、考えることをメイ博士やオットーに丸投げした。でも思考を放棄するということがどういう意味だか分かります？それは責任から逃げてるんです。ですが私は逃げません。今回の復活をきっかけに私はいろいろと考えました。今の私はあの男の言いなりになったりしません。リタ、彼女は天命の忠実な。今もその正体がわからない。彼女には本当に自分の心が。位置につきました。せい、えい、でー、はい、敵に優しくすることは自分の首を絞めること。昔、やっ、はっ、はっ、えい、とう、こう、はい、ふっ、でー、はっ、はっ、えい、えい、やっ、はっ、せい、互いの差は一目瞭然でしょ。でも委員長は私たちを守るために。それは変わり身が早いだけのこと。私は違う。私は常に周りのことを考えて。それに過去の私には悪い癖がある。何をする。何をするにしても私は最後まで貫く。決して自分の。本当に？当然、人は自分の選択に責任を持つ。私はか。じゃあ、あの時、あんたがあの場、うん、何があったかは知ってるんでしょう。第二律者の意識が私を打ち破った。あの時の私は、世界にとって最大の脅威だった。あんただったら、どう対応したの？これ以上ない返しだ、ギアナ。この人の性格なら、多分。ええ、私なら迷わずあなたを殺すでしょう。もちろん、あの時の私は今よりもずっと弱かった。責めないでほしい。人類が律者の力を制御できるようになるとは思わないの？律者になって。you
愛で律者に勝つ。オットーもそう言っていた。けど私は信じない。いや、信じないんじゃなくて、わからない。わからないんだ。とにかく、私ならその場で、全力で律者を倒すことを選ぶはず。危ない橋は渡れない。渡りたくない。わかった。それで私を倒した後、あんたはどうするの？倒した後？その後、オットーという過ちの根源を消す。大したことはない。彼は所詮メイ博士の道具に過ぎない。メイ博士の足元にも及ばない。そんな奴が世界を手玉に取り、何年も私を欺いてきた。彼なんて別に大したことないんだ。そうか、そうだった。彼は都政の羽の模造品を作り出せるんだった。黒板書に。くそ。私が作った元凶なのに、リアルを追求するあまり、奴にしてやられるなんて。おっと、このくせに。委員長がやったの。残された力は微々たるものだから、私にできるのはこれくらい。キアナ、うまくいってる。これでもう最後でしょうね。
みんな。準備できたよ。どう、キアナ、これでいいでしょ。あんたの強さはもう十分理解したよ。何か含みがある言い方みたいだけど。うん、だってそれは敵として、戦士としてのあんただから。研究士で私は委員長と一緒に過ごした。委員長の優しいところをたくさん知ってる。あの時、委員長は体を失って、力もあまり残されていなかったけど、それでも私を助けようと手を貸してくれた。もしあんただったら、どうしてた？もちろん私もできるだけあなたを助けるよ。でも、体のない自分を想像するのは難しい。今の私はこんなにも強い。そんなことはもう二度と起こらないから、安心していいよ。その光景を再現しましょうか。また出てきましたか。無視して話を進めてたのに、いきなり話に入ってくるなんて。まあいいでしょう。力を貸してあげますから、再現してみてください。ここは？上条製薬、ヨルムンガンドの隠れ蓑である医療機関です。私とキアナはとある情報を手に入れるため、ここに潜入しようとしました。潜入ですか？大得意ですよ。都政の羽の力を使えば誰にも気づかれず自由に行動できますからね。さあ、キアナ、やってみよう。こいつ、人間じゃない。力が効かない。あんたのせいで気づかれた。大したことない。全部倒せばいい。潜入とはつまり誰にも知られないことだ。こんなの大したことない。ヨルムンガンドの雑魚と戦うのは別に初めてじゃない。ジャッカルとかいうやつもここにいたんでしょ。彼女を出してみたら？彼女、全然相手にならない。
の委員長はかなり力が弱ってた。ごめん、そうしたかったのは山々だったけど、弱いふりをするのは苦手で。弱者の気持ちがあんたには理解できないの？そういうわけじゃなく、そもそも私は弱者になることを望んでない。そういったところがあんたと彼女の一番の違いかもね。うん、そうだろうね。過去の私は強い力を持っているにもかかわらず弱者だった。でも今の私は違う。邪魔者が誰であろうとも、私はそいつを排除する。欲しいものは必ず手に入れるし、思い通りにことが進まなければ、私の思い通りに変えてみせる。力を持ってるから使うの？私の知ってる委員長は、スカは弱者の気持ちを理解できる強者だった。だから私は彼女じゃないと言ったでしょ。私と彼女、どちらがより優れているのか考えてほしい。あんたは不可じゃないって、そう言いたいの？私は不可だ。でも私は変わった。どうしてあなたたちは過去にすがる？私の何がいけない？彼女が何かを成した？何もできてない。何をしても失敗、失敗ばかりだった。私なら成功する。それが何だろうとも、オットーを殺せる。ケビンにも勝てる。どうして新しい私を受け入れてくれないの？それは、確かにあんたは委員長よりも優秀で、強くて、敵にだって勝てる。過去の委員長よりも、すごいかもしれない。そうでしょ？けど、それは私たちの委員長じゃない。相手を間違えてるよ。あんたの目の前にいる私たちは、あんたが軽蔑するあの不可と日々を共にしてきた。私たちは友達だったんだから。彼女がどんな人だろうと関係ない。どんな人になろうとも関係ない。私たちが好きなのは、あの不可。あの不可だけ。私たちの委員長だけなの。あんたが彼女の存在に変わることなんてないよ。それが答え？あなたの答えってわけ？あなたは彼女がいいの？彼女を選ぶの？私は不可じゃないって。彼女こそが不可だと。それがあなたの答え？最初から決まってたんでしょ？私のことを真剣に考えず、初めから眼中になかった。彼女だってずっとあなたを助けてた。あなたたちは、真剣に考えてたのは私だけ。こんなの不公平だ。いいでしょう。あなたが望む負荷を返してあげる。
彼女がいいんでしょ。どいつもこいつも彼女がいいって言うなら、お望み通り返してやるよ。委員長。解けた。ギアナ、律者の束縛が消えた。ええ。けどあなたももうすぐ死にますけどね。力を分け与えはしない。私の他にあなたを助けられる者はいない。死ねばいいんです。そう、死ね。みんな死んでしまえ。私のために力を使わないで、キアナ。それはもっと大きな脅威のために残しておくべきものなんだから。そう、無駄なことなんてしなくていい。都政の羽はそうやわじゃないんだから。ううん、もう一つ方法があるよ。方法はもう一つある。委員長の体を取り返せばいい。キアナ、いけない。あまりにも危険だ。そうかもね。でももう誰かが私から離れるのは嫌なの。愚か者が、どういうつもり？ドラマの主人公にでもなったつもり？ヘドガで、あの頑固者はあなたに諦めるように言ったんでしょ。キアナ、彼女を助けたい？私に勝つことすらできないのに。勝ったとしても彼女は助からないのに。この体は私のものだ。彼女の力で私の体を乗っ取るって、ありえない。私の体がなければ彼女の力は回復しないんだよ。わかる？勝ち目なんてないの。死ぬしかないんだって。死ぬしかない。愚か者。いいでしょう、そんなに戦いたいなら。最後まで付き合ってあげる。キアナ、そしてあなたも。そうまでして。友達には優しいけど、敵に対しては手加減しないんだ。これが完全なる誠意、完全なる負荷、完全なる私だ。復活してから今まで敗北を味わったことがない。キアナ、あなたの強さは、オット、ケビン、デュランダルと比べてどうなの？自分の力を思い知れ、バカ者。通りにはできません。
ないなんて。私も律者だと言ったでしょ。 100% の力を出さずにどう私と戦う気？自分の目に自信があるみたいだね。なら私を見つけられる？これが私？全然違うでしょ。私は公平を重んじるタイプ。あなたが槍を使うなら私も使わせてもらう。これは槍じゃない。同じだ。難しくなるから。私に謝るのなら許してあげる。絶望的でしょ。どこ？
矢を食らえ！少しは落ち着いたかな、キアナ。ほら、これが私とあなたの実力の差なの。あなたは私に勝てない。勝てないんだ。何の意味がある？その結果に何の意味をもたらす？この世界に必要なのは私の力で、私の方だ。あなたが負けるのは当然のことなの。私がいるよ、キアナ。あなたが私に与えたダメージは瞬く間に回復するけど、あなたはどう？傷が増える一方でしょ。忠告するよ、キアナ。全文明の言う。そうだね。でもここは現実じゃない。あんたの意識空間だ。だから私に勝てる隙があるとでも？寝言は寝てから言いなさい。やめてない。それは私が手加減したからだ。
嘘だ、ありえない。あなたたち、ちゃんと言うことを聞きなさい。くそ、あなたたち、このバカ、たわけが。邪魔をする。どうしてあの役立たずを助ける。どうして。そもそもあなたたち愛者のくせに。これは委員長の。ギアナ、力を抑えて。教えたことを思い出すの。神なるもの、変化の極みなり。万物に妙にして剣を持ち、剣を持って話すべからざる者なり。退去剣気神武。律者は私に任せなさい。元凶はもうすぐ解除される。もう帰って。今回はおそらくさようなら。待って委員長、他にも方法が。そうかもしれない。しかしこれが私の使命。私はたくさんの裏切りと嘘を味わいました。委員長、私は嘘をつかないよ。律説はここまでのようです。信じてくれた人も私のせいでいなくなりました。
私は強いからそんなの心配ないよ。どれだけ努力しても歳月の流れにはかないません。結局私は一人ぼっちです。一人ぼっちにさせないから。されたらうるさい。ならもう一度倒せばいい。私から逃げるなんて許さないから。おかしい。なぜ私は負けたの？力も速度も精神力も胆力も私の方がずっと上なのに。私が律者だから失敗するのも運命なの？気づいたんですね。当然。いくら自分を騙そうとも力を全部使った時に、いやもっと前から気づくべきでした。でも認めたくなかった。私は意識を操る律者。何かを否定するなんてたやすいことでしょ。たやすいはずだった。結局最後までなりたかった人は私じゃない。倒したい相手こそ私だった。私は周りを嘲笑ってきたのに。結局私が一番のピエロでした。この世界に公平なんてない。そうでしょう。律者に生まれたのはあなたのせいではありません。崩壊の意識はずっとあなたの心の中であなたを染めようとしていました。しかし、あなたが屈することは一度もありませんでした。私もそこにいたからわかるんです。あなたが邪悪の化身、崩壊の傀儡でないことを知っています。私はこの体を捨て、あなたはその中から生まれました。この体はあなたのものですが、今はまだ渡せません。ごめんなさい。私を必要とする者がまだいるんです。やるべきこともまだ残っています。あなたの精神はもうボロボロだってこと知ってるでしょ？もし私が死んだら、あなたも死にますよ。ええ、知っています。崩壊の意識がまだ私たちを見ていることも知ってますよね。今のあなたが体の主導権を握ったとしても、崩壊の侵食に抵抗できます？律者の力に耐えられます？全力で抗ってみせます。だから、力を貸してほしいんです。
貸してほしい？バカじゃないですか？貸すわけがない。死ねばいいんです。同じ体を共有する？考えるだけでも虫唾が走る。私は負けた。あなたこそが不可。私は誰でもない。もう二度と会うことはありません。さようなら。私はここを去ります。止めることなどできません。どこに行くんですか？あなたには関係ないでしょ。私がどこに行こうが私の自由です。私は意識の律者ですからね。二度と出会うことがないようせいぜい祈っておいた方がいいですよ。ありがとう。あなたのためじゃありません。何かしたいならすればいい。私とあなたはもう何の関係もない。じゃあね。体がなければ崩壊の侵食はますます苛烈を極めますよ。全力で対抗します。たとえ負けたとしても私に勝てる人がいると私は知ってますか。それじゃあ。セーフレイヤ、テレサさんなりの考えがあるのかもしれませんが、私に。